また入れ替わった。さあここで平岡を持っていく、池田を使う、池田遠目からちょっと強烈きた。ここは杉岡に当たってバウンドします。ここに杉岡、杉岡仕掛ける、杉岡から町野だ、町野半本でいってシュート。ここは正面取りましたね。前向きで待った花木です。クロスを入れて瀬川コントロール、後ろからシュート、こぼれてます、瀬川。おあチャンス、後ろから池田だった。ニアに走ってきた大橋、その大橋で前に決まった。町野、池田も浮きました、池田シュート。クロス入れた、リングシュート。時間も長いしシュートまで行ってるんですよね。さあチャンピオンなんか打てるか、一旦左石原へ、中山田へ、山田シュート。これでウェリントンもゴール前に入った。ウェリントンこぼれ球、ました町野、折り返し、山田が来ましたが届かず、ただ拾って田中、さらに折り返し、ウェリントンが詰まり気味と言いますかね、はい。マチのクロスボール、手が逆サイド来た。杉岡が打ったコース返りに行った。揺さぶれると右に、ね、小田という突破のできる選手、おーっと戻しかわした、ボールが入ってる、マチのだ。ボールはそこを気にしてますが揺れてきました。ファーサイドヘディング、ハリク追い越してきました、石原、待ってましたね、石原クロスヘディング、池田の頭、おっと奪った、3対1、引きつける大橋、左を使った、町野だ。なんと王者相手、さあこれもチャンス、大橋、ハリクが来た、ハリクだ。おお、いいね、町野左足、瀬川浮かせた、さあ池田だ。やさりヘッド、旗がスペースに走り込む、旗がクロスやりました。ここまではそんなのが思うような場面は多くするんですよ。ヘディングシュート、まだ持つ、高橋の低いクロス、面白い、スルーして池田のシュート。今度は小針との1対1、挑まないで、横へ阿部が右足、ファーサイドを狙ってきます、大野ヘディング、町野決めました。ボールでペナルティエリアタックから、おワンフェイク、山田の矢部が打った。池田から石原です。石原が中を見て最後のチャンスにかけていく、バラダからのボールが出て阿部の右足、その間に入れてきた、気持ちいいのはドンボールだ。バラダから阿部です。阿部切り返した、阿部のシュートだ。追い出しました。さあ町野、東が追う、町野打った。石原、石原広く持っていく、人数をかけていく湘南、ここからクロス、柔らかいボールに町野のヘッドだ。ヤマントッタリクが寄せていく、タリクが行く、ここで取った、そして町野から呼んでいる瀬川ですが、シュートだ。さあ
壁のコーナーキック、ヘディング来たかな、どうかな、ここはゴールイン、タリックが出てきます。マチロ、マチロ、マチロコントロールショットだ、奪った、入れ替わる、タリックスルーパス、フェアワーだー、